えと皆さん、お待ちかねだと思いますけど、国民主権党、前橋ゆ里さんというのは、茂原氏の公認候補という形で歌われていたわけですね。すなわち、選挙に出るかもしれませんよって、ホームページをね、えー、党の,その政治団体の、えー、公式ホームページ上で、もうこう、にわせておいたわけですよね。 で匂わせておいている人が YouTube 上で Amazon 欲しいものリストでそういう寄付を個人的に募ってるように感じるやつをやってたわけですねで開封の儀とかってやってたわけですよねじゃあねこういう前橋さんみたいな人にその政治的な発言をしている YouTube でそしてさらに政治団体のホームページ上では選挙に出ますかもっていうことを匂わせていてしかもどこで出るかっていうのも匂わせてるわけね 茂原市っていうね。茂原市っていう風に匂わせた状態でやっているということは、例えばこの公職選、もうこれでね、もしわからないですよ。まだこう、えー、出るかどうかわからないですけど、もし仮にこれ出た場合ね、茂原市議あの市議会議員選挙に出た場合には、この特定寄付の禁止とか、まあ、この辺でチェックされるわけですよね。でそのチェックされるときに、えー 要は、彼女に、えー、Amazon 欲しいものリストから寄付を送っていた人がどこの誰でどういう人かと、住所、氏名、職業、これがはっきりする。あと、金額ね、その物品の相当品金額、例えば1000円の物品を Amazon 欲しいものリストにやってても、それをね、えー、もしかすると100個とかね、わ、えー、かんない、量的制限がかかってきますから、だから量的、公職の候補者に対する、そういう個人的に募っていたのであれば、 えー、多分、おそらく個人事業としてのやつになっていきますから、だから、えー、その辺が、えー、この特定寄付の禁止に、えー、触らないですかとかね。 調べられるわけですよね。で、えー、もしね、これが政治団体、国民主権という政治団体として、そのアマゾン欲しいものリストで、えー、募ってたとするんであれば、えー、政治資金収支報告書、もしくは、そこにない場合は、情報公開請求とかすると、大庁ね、会計責任者が押さえているであろう、大長上から割れ,割れてくると。で、割れた中で、えー、あれれ、この人もばらしに住んでんじゃん、みたいなね。<laughs> 同一選挙区内での、えー、寄付とか寄付の、えー、禁止とかもしくはもしかすると今、えー、その a z o n 欲しいものリストとかで寄付をやっていた人が選挙に出る可能性があるからね <laughs> そうした場合には、えー、やばいことが起きますよっていうやばいことっていうかリスクありますよってことねだから、えー、基本的には政治団体とかそういう講演会の団体に対する政治活動費のしての個人の寄付 ね、これがスタンダードでありもう一回この総務省のやつを出しますよ、えー、これね何回言っても、えー、皆さんねあの個人的に寄付を集めていいって集めていいかもしれないけど超レアケースだから <laughs> めちゃくちゃ大変なのねその辺のケアだからこう政治資金規正法と公職選挙法ってどっちが丈夫あもうこれ例えばねこういう、えー A あるでしょ円の矢印で、議員本人とか、えー、政治家に対する寄付っていう、これ矢印向いてないでしょこの、政治家のね。 政治家に対する矢印って。だから、基本的にはありえないのね。それなぜかって言ったら、いろいろ公職選挙法でね、あの、特定寄付の禁止だのを、追悼責任者を立てる前のその、寄付の受領とか支出が、だから、追悼責任者がいない状態で、それ選挙運動用の費用として、えー、募ってること自体、じゃあそれなんですか脱税するつもりなんですかあなた脱税するつもりなんですかとか、もしくはね、その、特定の寄付につながってんじゃない、特定寄付の禁止の人たちの、当てまる人たちに 寄付かかかからららもっったりやったりりやしてませんかとかねそういう疑いい疑がかけけれるわけだからスタンダードなのは政治団体とかもしくは、えー、政党ですよね。個人が寄付者が個人であれば、えー、政党政治資金団体に寄付するかもしくは政治管理、えー、政資金管理団体に寄付するか政治、えー、あ資金管理団体以外の政治団体に寄付するかでしょ。金,金とか。 で、物品に限りは、えー、そのアマゾン欲しいものリストとかで物品を調達するものに限りは、公職の候補者に個人ができるって、これ超レアケースね。でもその場合も一応150万ですから、それをちゃんと見なさいよと、住所、氏名、職業を押さえた上で、その人がいついつ、えー、あのー、 アマゾン欲し物のリストで、えー、やってるか、寄付してるか、それを年間通じてチェックしなさいよってことね。で、チェックしなさいよは、誰がチェックできるかって言ったら国民がチェックできるわけね。で、国民がチェックできるように、大帳をこさえないといけないわけ。で、おそらく大帳こさえてないの。 それなぜかというと、多分ね、個人であ集めちゃったことにしてるでしょだから税務処理とかも非常に気になるんですけど、まあ税務処理とかちゃんとやってるとするじゃない。まず、<laughs> 国民主権党の前橋さんが YouTube でやってたアマゾン欲しいものリストで寄付を募ってた件が、まあまあ、えー、個人の、えー、事業として、えー、まあ、そういうふうに言い,言い張ると思うんですけどね。だって、あれですよ。 平塚正幸に対する個人的な寄付っていう、なんとか、平塚正幸みたいなね、<laughs> 紙を貼った募金箱を渋谷でこう、えー、回してチャリンチャリンやってた人たちですよ。だからそういういに 言うでしょこれは個人事業用の寄付ですとかで勝手に定義づけしてやるでしょ <laughs> 政治的な発言してたとしても、えー、渋谷クラスターフェスでやってたとしてもこれは平塚正幸に対する個人的な事業の上の寄付ですとかでねやってる人たちがちゃんとね税務処理とかやってるかどうか疑問だけどまあそれ100本譲って OK ちゃんとやってたとするじゃないアマゾン欲しいものリストで来たやつはちゃんと個人の、えー、事業の雑収入とかそういうものに入れて税務処理は行ってますと。 えー、じゃあそこは信用しましょうと。信用した場合に、でも、そのね、その人が選挙に出ますと。しかも大晴らし、大原市で公認候補予定で、あの、で出ますってか、まだわかんないけど、これ出,す出そうな感じでしょ出ますってなったら、じゃあ90日前、最低でもね9十日前。 えー、だと私は思いますけどね、90日前に、例えば茂原市のその土建会社の、えー、社長とかから、なんかもらってませんでしたかとかっていうチェックをしないといけないわけね、特定寄付の禁止とかね、だからあの、非常に怪しいわけですよ、そのね、個人選挙に、公職の候補者、政治家になろうともする人がですよ、個人事業上の寄付を受け取っていたみたいなね。 それなんか会社とか建てて、その会社に対する寄付だとかそういうのだったらわかるよ。ね <laughs> だけど個人的に寄付を募ること自体私はもうナンセンスなわけ。だってこのね、あのー、うーんと。 2個前の動画で言ったけど、まあ、1個前の動画は、ま、無視していただいて構わないんですけど、2個前の動画で、前橋さんのそのね、百八十条、公選法の184条、184条の追悼責任者を立てないでやってる寄付ね、例えば今、私はですね、これ、政治団体にやったことにすると思いますよ、最終的にね。政政治治団体に対して前橋さん個人の政治活動に に対する寄付じゃなくて国民主権党という全体の,その政治団体が政治活動としてやるために寄付したっていうふうにあっちの会計帳簿ね国民主権党の会計帳簿に会計責任者が押さえておいてそっ そから、えスイート責任者が立ったら、そこにボスンってね、全部まとめて、80万だったら80万ボスンって入れると思いますよ。もしくはポスターとか教託金とかわかんないけど、そういうのばらけさせてボスンってね、教託金のやつまで収支報告書に入れるかどうか分かんないけどね、わかんないけど、そういう形に、えー、す,すると思いますよ。だって、でなければ、これを真面目に言ったら、今ね、今、なんつうか、もらったやつとかの住所、氏名、職業とか書いたやつを、えー、ね、速やかに 提出しないといけないの。水道責任者にね。もしくは、あの、もらっ、受け取った日から7日以内にとか。いや、無理でしょって。3月30日に寄付がチャリンって入って、ややさんの選挙運動用としてチャリンって入ってきたやつの、その、あの、やつを、今どうやってやるんですかって。もし水道責任者がいなければね。あの、その認められてなければ。 天ちゃんという人が言うには、えー、それっていうのは告示日だっつってるからね私あんまり詳しく読んでないんでこの告示,を、ね、告示日だとするならば、うん いくら早まったとしても7日前でしょ告示,日告示日に確実に水道責任者が立ってるわけだから、で、明細書を渡せるのはその告示日でしょだから、えー、早めに集めたとしても7日前。例えば今、えー、4月の20日ぐらいにその告示日があるのかわかんないけど、20日ぐらいに告示日だとしたら、13ぐらいからの寄付の受付じゃなければ、この個人的な選挙運動費用用の調達ってやっちゃダメなのか でじゃあ、選挙運動用の費用として調達するの皆さんどうやってるかって言ったら、いや、そもそも個人が集めてないでしょって。政治団体の方に入れてくださいって言うでしょ。例えばね、あなたが選挙に出る可能性があるんであれば、あなたを支援したいんでっ,つってやってきたら、私は受け取れませんでしょ。 <laughs> 選挙に出るかもしれない人間は金も配れないし受け取れないわけです受け取れない代わりに、えー、それは政治団体もしくは後援会の方から拠出されるんで後援会の方にぜひ個人的に寄付してくださいって案内しないとねそれを、えー、ガン無視していったのが平塚正幸でしょ平塚正幸なんてひどかったよ政治団体も立ち上げる前に寄付を募ってたからね <laughs> 第25回参議院議員選挙の時は平塚正幸の政治団体ありません。あの時は N 国党の公認候補として出た。だけど N 国党からは その,その N 国党からは言われていたことは、300万の供,供託金だけはその貸したと、条件付きで貸すということで、そしてその供託金、没収されるであろうから、された場合にはその、条件付きの,その、えー、贈与、その没収されてたら贈与にしましょうとで、贈与税まで払ったわけでしょ、立花さんがね。だだからそそういうい形でそれだけ いや、やってくれって立花さんが言ってんのに、あの、自ら、あの、なんか知らないけど、<laughs> AR のアンプとか、アンプ欲しいだの、パソコン欲しいだのとかつって、金を募ったわけね。個人的に金銭と。で、その時には、金、チャリンチャーに入ってきてたわけ。あの、口座番号を表示させて、YouTube もチャンネルもあったからね、平塚くんね。チャリンチャーに入ってきてたわけ。では、入ってきた寄付は何ですかって。 ねせ、えー。本人はこういうわけです。選挙運動に使います。選挙運動用の寄付です。じゃあ、それっていうのは、会計帳簿上にそういう政党責任者が押さえてるんでしょうね。えー、水道責任者って誰ですかって言水道責任者なんて誰なんでしょうかね。立場さんに、立場さんに私って言われたみたいな感じでね。<laughs> そもそも水道責任者すら知らない人がですよ。あの、寄付をもうすでに募っちゃってるわけ。それやばいでしょって。その 金出した人って特定寄付の禁止率が例えばやない公務員とかそういう、えー、人とか、えー、はなそ,うそういう公共事業を発注できる権利の人とかが金やってませんかってね危ないでしょだから普通は公職選挙法上に関わる寄付なんてやらないわけやるとしたらこれね政治団体が1回プールしておいてその政治団体から拠出するっていう,うワンクッション置かないとダメなわけね だから今回の、あのー、前橋さんのその80万というのは、もうこれ、しょうがないから、もう集まってきちゃってるでしょだかで、今、追悼責任者も何も立てないんでしょだ,だったら、多分政治団体に入れたということにするしかないんじゃないのって私は思うけどね。<laughs> めんどくさいから <laughs>。で、そして、その上で、まあ、だから4月1日か2日ぐらいからのツイートは全部削除よ、削除。ね。後々証拠に残さないように削除していただかないと。で、で皆さん、気持ち悪いのは、あれでしょ Amazon 欲しいものリストでしょ ね、前橋さんを選挙に出る茂原氏の何らかの候補者になるかもしれないという知り得ながら、えー、支援している人たちがいるわけですね。でその人たちはどういう人でいつ何時どれくらいあの金をやってるかっていうのを、えー、本当に出ちゃえば。 本当に選挙に出ちゃえばね、選挙に出る出る詐欺だったらまだその人たちの見バレはしないんですけど、<laughs> 本当に出ちゃうんであれば、見バレしないと199条に書かれている特定寄付の禁止だとか、200条のね、あのも、もらってもダメだし、その、えー、なんて、えー、やうな,なんでもらってもダメかということね。 えー、その選挙に出ようとする人がもらってはだめかっつったらまずはその人が当選した場合にその利害関係者になるから <laughs>、ね、わ私が支援したアマゾン欲しいものリストでさんざん1年間150万の枠でやりましたよねみたいなね, <laughs> ねとかもしくはあの個人事業だったら枠ないから前橋さんの,その個人事業としてやってるんだったら枠ないから1000万とかもしかしたら2000万分の物品とかを寄付してるかもしれないから金だとなんかバレるからみたいな感じでね で分かんないけどそういう物品を寄付してたら利害関係者になるしもしかするとその人だって市議選に例えば茂原市の市議選とかに出るかもしれないだ,だったらこういうことね、えー、前橋さんに個人的な事業として寄付していったんだから私に1票入れてくださいでしょ だから立場を逆転するわけね。だから、この199条とか200条が、えー、悪用される可能性だってあるわけ。例えば、前橋さんが、えー、出る、えー、かもしれないそのし、えー、ところで、もうギリギリの人が市議選に出るとするじゃない。でじゃあ、そのギリギリの人を当選させたいから、えー、全然関係ない人が出るわけね。茂原市に出て、例えばね。出て、そしてね。 あの悪,意の悪,悪意のある話だからね。悪意の話としては、その状態でもう自分は、えー、前橋さんに寄付すると <laughs>、ね。寄付しておいて出るわけね。<laughs> 選挙に出るわけ。そして当然落選,落選とかするわけね。ただ単にで出るだけだから。そそしてそその 例えば、辞典とかでね、もし仮に受かった時点とかで、そのグルな人がいたならば、一人落とせばいいわけね。その不正に資金を集めてたっていうことで、何、えー、て言うか、一人落とせばいいから、だから自首するわけ。私はこの200条に関わるところの第200条を違反しましたと。前橋さんに、前橋さんに寄付をしておりましたと。すいませんと。自首しますと。 だから私は、ええー、当然、あの、公職選挙法上の違反を犯したんで、叱、えー、るべきやつを、ええー、裁判上で受けますと。受けるわけね。身代わりになってるから受けるわけね。で、と、だけど、それを受け取って、